それでは、剣のプレゼンターに行きたいと思います。ニスゲンテプレゼンテトーラエス、木戸歌子。高校留学で人より牛が多い村で1年間を過ごして、大学では実家を離れて大分の山奥で4年間を生活しました。そんな中で人との関わりの中、見つけた小さな発見を大切にしたお話です。皆さんにお話をしたいと思います、とのことです。それではご覧ください。木戸歌子さん、My Turning Point。2000人の皆さん、ズラスピーチェ。ミニアザブ、ウタコ、アパファミリア、キドオーチンプリアットナ。So, I spent the last 4 years di Kotabeppu, provincia Oita, sebagai mahasiswa APU. But at first, I was having a hard time getting along with people over there and had conflict occurred very often. で、まあ、そんな時に I had counsel with my friends about this. And they usually said, ああ、かわいそうよね。もうしょうがないよ。歌子は悪くないよ。みんなが悪い。Kind of like that. でも、the issue still remained unsolved. Nothing had changed. そこで、ああ、自分は、なんか、私の考えに共感してくれる人にしか話を聞いてもらってなかったなって思った。じゃあ、D、さやまう、ブルビチャラ、ブルサマオラン、ヤン、フー、ハス、ディフェレント、タイプ、オブ、パスペクティブ。And I found the right person, and she said, 話聞いてると、うさこって優しくないよね。ガーンって来たんですけど、ああ、なんか自分が今まで抱えてた問題に対する鍵かもしれないって思いました。くんで、アッパ優しくないや？私に足りなかったものってアッパ言って？そう思っていたときに、サヤーメンジャーディ、レジデンアシスタント、寮のリーダーになりました。で、スバガイレジデンアシスタント、We had to hold some events and キム・ドンジュン氏 was the leader of activity team. Tapi, even though he had us hold several times of meeting and submit the activity plan, but only he have done was two times of 飲み会。クナーパー、ドンジュン、どうして？だから私はドンジュンのとこに行きました。ドンジュン、ブスンにですよ。志願もプランもオプソだけど、大丈夫？話聞くよ。だっぴー、he was keep on saying that 大丈夫、大丈夫。けんちゃな、けんちゃな。Well, it seems not okay. ジャディ、next I went to Hidenori. He is my 先輩 in that, 寮長の組織。And I said, ドンジュンがずっとなんか何を聞いても大丈夫大丈夫の一点張りなんですけど、どうすればいいと思いますか？そしたら、イトゥ、ドンジュン、あ、じゃあドンジュンじゃなくて、ヒデノリ、ペルギーク、ドンジュン、ウントゥク、ペルビチャラ、プログラムニャ。おお、ドンジュン、最近どうよ？元気にしてる？みんな忙しそう？なんか飲み会したらしいじゃん。どうだったの？ああ、みんなパッパで忙しいだからね。なんか、楽しい雰囲気の飲み会にしたら、いいアイディアがいっぱい出ると思って、サヤティダタウ、ヤン、ドンジュン、ベルピケセプリティイト。ただ飲み会しただけじゃなかったんだ、ドンジュン。あ、そんな風に考えてたんだ。彼のこう思考は、私が想像してたものの、はるか向こうにあった、ビヨーンしてた。ですね。で、なんか、この話を初めて聞いて、うまくいかなかったけれども、ミーティングは2回でもエフィシェントだったかもしれないとか、もしかしたら飲み会っていう方法もありなのかもしれないっていうふうに、そう思いました。で、私ここでハッとしたんです。ドンジュに対する私の聞き方と秀則の聞き方って全然違ったなって。私の聞き方はすごく表面的で、
ドンジュンの行動だったり、ケンチャナっていう言葉だったり、ファクトだけを拾ってたんですね。で、こう、自分の価値観のフィルターにドンジュンが言ってることとか、全部通そうと一生懸命になってたんです。それによって、時間もエネルギーもすごく消費してた。だから、しまいには諦めて、ああ、この人は自分とは価値観が違うから、しょうがないよねって、切っちゃうことができるんです、この聞き方って。一方で、秀則の聞き方は、あれ秀則が、あ、出てきた。秀則の聞き方は、秀則は自分がどう思うかは一旦横に置いておく。だから、フィルターがないんですね。で、その代わりに、ドンジュンが一体こうどういう気質なのかとか、どういう立場なのか、どういうことをこう考えてたのかっていう、そういう背景を組んであげるような聞き方をしてたんです。してたんですね。で、まあ、この違いって、自分を通すか相手を通すか、たったそれだけなのに、ドンジュンとの関係性だったり、聞けた言葉って全く違いましたよね。だからこの聞き方すごいじゃんっていう風に発見したんです。で、これに気づいた時に、私は、ああ、なんか今までうまくいかなかった人たちの顔がいっぱいいっぱい頭に浮かんできました。What if I could have done this before? そのうちの一人が、私、高校在学中にアメリカに留学をしていたんですけれども、そのホストママです。当時の私には、こうネイティブアメリカンのお友達がいっぱいいたんですね。で、彼らと、こう、外に遊びに行ったりするとき、あとは家での普段の生活のときに、母が、ママがよく横やりを入れてきたんです。それで大喧嘩をしたことがありました。ちょっと待って、あれ、うん、スライド戻れるかな。あ、You go watch the basketball game in the reservation? No, 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 come back home. What is so worried about? で、前の、その、以前の私は、もう、ママに自分の友達を否定されちゃったっていうことのショックで打ちひしがれちゃってたんですね。けれども、秀則の聞き方っていうのを知ったときに、ママがどう思って私に言葉を言ってくれたのかっていうのが想像できるようになりました。ああ、ママはあの町で何十年も彼らと暮らしてたからこそ思うことがあったんだなとか、ホストファミリーのママとしてすごくこう責任があって心配してくれたんだなとかって。で、7年も前の話なんですけれども、こう、視点がガラッと変わったことで過去もガラッと変わったんです。ママの思いにやっと気づくことができました。で、こう自分が今まで信じてたことを脱ぎ捨てるってすごく勇気がいることだと思うんですね。けれども、自分の基準から脱却していくっていうことが、その意識がすごく大事だと私は学びました。だから、こう、それを持って自分でしか見れなかった世界をぐわーっと広げることができるんですね。それはすごい喜びなことなんです。We are headed for a better life. ルナバー、ありがとうございます。ありがとうございました。人と関わる中で自分が変わっていく様子が見えてくるプレゼンでした。ありがとうございます。